W 杯アジア最終予選日本、中国、2024年9月5日埼玉、日本代表ゴールキーパー陣最年長の大迫が自覚を示した。25歳ながら首位、広島の守護神として今季はリーグ戦前試合にフル出場中。自チームで引っ張る立場になってきている。A 代表のところでも、キーパーチームとして引っ張っていければと思うと力強く語った。他に 鈴木とともに21年東京五輪世代として躍動している。それぞれがリスペクトしながら、トレーニングでは刺激し合いながら、すごく良い関係を付けている、と胸を張った。